ご案内の時刻となりましたので、ただいまから市長定例記者会見を行います。本日は4件について発表させていただきます。なお、事前のプレスリリースでの発表項目から1項目変更しております。ご質問は最後にまとめてお受けいたします。それでは高垣市長、お願いします。はい、おはようございます。今日は4点発表いたします。まず最初は統一地方選挙における投票率の向上に向けた取り組みでございます。東広島の選挙における投票率というのは、県下でも低いという指摘が、かねてからされているところでありますけれども、有権者の皆様に対して、主権者として自覚と責任を持って、必ず投票に参加するような取り組みを示したいと。まず一つは街頭での呼びかけでありますが、これは令和2年以降コロナの感染ということもあり、中止をしておりました。昨年の参議院選挙の時に一部復活したんですが、本格的にしっかりと街頭で皆さんに啓発活動をしていこうということが一つと、期日前投票の機会を増やすということで、イメタウンの逆転点に、移動型の投票所を設置するというものであります。今回の本市で受ける統一地方選挙で執行する選挙の概要を下の表にまとめておりますが、県議会選挙、これ9日の選挙に向けまして、期日前投票が、中ほど本庁の本会1回通りで各市長所で行われております。8時半から8時までということで、4月1日から8日まで。でさらに富士グラン東広島の1回で、これも1日から8日まで、午前10時から8時までということで、この富士グランは昨年の市長選から富士グランでの投票もしていただくようにしましたけれども、市内でも投票率の高い投票所となっておりますので、県議選にもここを期日前投票の場所として使っていくということであります。街頭啓発については7日金曜日の午前7時から西条駅周辺でやるということであります。それから第2課の市会議員の選挙でありますけれども、投票期日は4月23日でありますが、これは投票時間を、7時から午前7時から午後7時までということであります。期日前投票は これもここに書いてますように、4月の17日から22日まで、朝8時半から8時、富士グランについては同じ期日で10時から8時までということで、この市会議員の選挙に、これは1日なんですけども、4月18日、ちょっとゴシックで書いてますが、10時から午後5時まで、イメタウン学園店の駐車場で、投票所を開設するというものであります。街頭啓発は21日の午前7時から西条駅周辺で行うということであります。資料の次のページ開いていただきまして、内容のところをご覧いただいたらと思うんですが、実は昨年の7月の参議院選挙で、投票日の時間を、朝7時から夜8時までということにしていたわけでありますが、抽選は、それを1時間繰り上げるという対応を取りました。で、そういう中で、当日の投票率というのは少し減ったんでありますけれども、期日前投票所を設置をしていく中で、全体としての投票率は 0.83% 向上しているということであり、期日前投票の率というのは大変高い今状況になっているということであります。そのことから、今回、期日前投票所、とりわけ若い世代が投票率が低いという本市の特徴も踏まえまして、
学生の街である下見にある夢タウン学園店で、学生の投票を取り込んでいこうということであり、写真にありますような移動型の投票所を設置するというものであります。街頭啓発については朝の通勤通学時間帯に実施するということで、18歳選挙権有権者にも直接呼びかけているということであります。地方選挙における投票率の向上に向けた取り組みは以上であります。続きまして、ホームページの外国人のための生活情報、これをリニューアル公開したということであります。背景のところでちょっと書いておりますけれども、現在本市における外国人市民、これは2月現在の数字でありますけれども、8107人ということで、市民における割合というのは 4.26% でありますから、まあ、全国平均に比べると倍ぐらいの数字となっています。さらに、もちろん特徴として大変多くの国籍、100カ国を超える国からおいでいただいているということもありますので、まあ、外国人のための生活状況、情報というのをしっかり、外国で持って出していくというのは大変重要なテーマでありました。これまで英語と中国語による情報は流通していたんでありますけれども、今回ベトナム語、ポルトガル語、そしてよく使われる優しい日本語というものも同じように情報流通を指すということで、今回取り組みをいたしました。で、一般的にはよく外国語に対しては機械翻訳をするケースが多いわけでありますけど、自動翻訳というんでしょうかね、それでやるケースが多いのでありますが、まあ、ちゃんとした翻訳作業を経て情報を発信する、そのような取り組みをしたところです。で、これも背景の講談のところに書いてますけども、今回のリニューアルでは言語を選択ページを設けて情報にたどり着きやすくいたしました。これはちょっとスライドの方を見ていただくとよろしいかと思うんですが、このホームページで言語を選択するページがあります。今赤で囲んでいるのがイングリッシュ英語になっていますけども、これを押すことによってこちらにあるようなさまざまな生活情報にアクセスができるということであります。まあ、これまでは日本語があって、それに対して、まあ、複数の言語で、外国語で記載していたということで、なかなか情報にたどり着くのが難しいという状況であったみたいですけども、まず言語を選択することによって次のページに飛び、そこにさまざまな生活情報に入っていく、まあ、入り口があるということで、おそらく皆さん方には使いやすい、そのようなホームページになったのではないかというふうに思います。それと、先ほど優しい日本語と言いましたけども、多くの外国の方は正しい情報を求める場合、日本語で求めておられるというケース、実はアンケート調査をすると多いということであり、でその日本語を優しい日本語として分かりやすく今回は情報として提供するというような取り組みをしたところであります。4番目の書いてますように、公開日は3月の27日ということで、すでに皆さん方にはご覧いただいているという状況であります。5番目にある特徴のところは、これは本市のポータルサイトの LINE のメニュー画面でありますけども、ここにおいても吹き出しがありますようなところで、外国語を選択していただくような外国人のランディングページというものを設置して、使いやすい、そのような今回整理をしたところです。ホームページについては以上であります。
3番目はデジタル田園都市国家構想の交付金、この交付決定 をいただきました。岸田内閣においてデジタル田園国家構想というものの推進が図られているところでありますが、言うならばこれはデジタルの力によって心豊かな暮らし、持続可能な環境、社会、経済を実現していく、言うならばこれまでスマートシティというような表現もされていたと思いますけれども、その実現に向けてさまざまな取り組みが今行われていると、それに対して国の方からの支援というものが交付金でされるわけです。で、今回デジタル実装タイプ、これタイプ2というふうに言ってますが、データ連携基盤を活用した複数のサービスが実装される、そのような取り組みに対して支援をするというものでありますが、実はこれが県内の市町としては初めて本市が選ばれました。概要のところに書いてますように、タイプ2というのは全国で24団体が採択されましたけれども、県内では和菓子だけである。ちなみに広島県は昨年からこのタイプ2に採択され、今年も採択されているという状況であります。で、どんな事業をやることに対し効果を受けたのかというのが2番目をご覧いただいたらと思うんですけども、現在広島大学とタウン&ガウンという取り組みを進めています。これは将来のスマートシティ化を目指した取り組みであるんですが、これに対して関心のある企業が広島大学スマートシティ競争コンソーシアムというのを構成し、そこに参画してくれています。そしてそれぞれの企業からの企業のふるさと納税をもとに、さまざまな取り組みを展開しているんですけども、ここで今 TGO アプリという開発を進めています。それは、2の両括弧1の真ん中ぐらいに書いてますけども、学生等の生活や活動を支援する、TGO アプリを開発運用すると。これは学生と地域社会の関係性を強化し、学生の地元定着、地域活動促進を図るというものであります。従来から私学生の時代だから、学生が本市に定着、卒業後の定着率が大変低いというのもかねてから課題であり、学生時代から地域との関わりをしっかり持っておくという必要性というのは大きな課題であったんですけども、こういうことにも役割を果たすようなアプリケーションを開発していくというものであります。サービスの内容は4つありまして一つはパーソナライズドインフォパネルということで、これはコミュニケーション支援アプリサービスです。学内だけでなく、その周辺地域や企業情報なども含めた情報を、提供するというならば、コミュニティサイトというものを一つは作るということ、それから商店が 3.0 ということで、近隣の商店でキャッシュレス決済、クーポン配布、ポイント付与付きのサービスが提供できるということで、一つのテーマに向けて、学生たちに関心を持ってもらう。例えば商品の期限に近づいたような、フードロスになりそうなものをしっかりと関心のある学生に提供するような仕組みも、これを使うことによってできるというようなことになります。それからユースポー東広島ということで、デジタル合意形成アプリサービスというふうに書いてますが、テーマを設定し意見を募集集約するサービスということであります。先ほど投票率の話もしましたが、我が社の投票率の低さというのはやはり20代、30代、そのあたりの投票率が大変低いと、結果においてそれがトータルの投票率の低さになっているわけです。より学生に地域のに対する関心を持ってもらうという意味からも、こういうアプリケーションを使う中で、日頃から市政に対する関心などもですね、深めていただける、そのようなものになるのではないかというふうに考えておくところです。
それから留学生チューターということで多言語コミュニケーション基盤ということです。まあ、学生には大学院生がチューターみたいな形で使われていますが、留学生に対してそれをデジタルで、必要な情報を提供するような多言語化して提供するようなそういうサービスを提供しようというこの4つのサービスを提供するその取り組みに対して今回交付金をいただいたということであります。事業費はここに書いているように1億5400万円を2分の1の交付をいただくということで7700万の国費が入っているということであります。で、まあ、実はこういう取り組みはモデルケースになるかどうかというのが大きな採択にあたった、まあ、判断基準というものがあるように我々としても考えておりました。まあ、何回かチャレンジしながらなかなかうまくいかなかったんですけど今回これを取ることができたというのは、採択にあたっての認識の両括弧3のところに書いてますように、デジタル田園都市国家構想の推進における大学連携のモデル事業モデルケースになるではないかというふうに、評価をいただいたというふうに考えておりまして、まあ、この取り組みは今後大学がある、立地するそういう都市において横展開ができるのではないかというところが評価されたのではないかというふうに考えているわけです。開いていただきまして、まあ、デジタル化に向けてさまざまな取り組みをしております。まあ、それがどういうふうな連携を結ぶのかということが少し関心事になるかと思うんですけどもここに書いてます図をちょっとご覧いただいたらと思います。まあ、現在我が市で取り組んでいるのはこれまでも情報提供もさせていただいてますがグリーンの市民ポータルサイトというものを作ってます。特にこれについては子育て支援を中心としたアプリケーションを先行しながら取り組んできたところなんですけども現在市民ポータルサイトは3万人の登録者に達成をしているところです。まあ、引き続き市民の皆さんに、関心の高いあるいは市民の利便性を向上するようなオンライン手続きであるとか市政情報の配信であるとかそのようなものを取り組みながらもっと皆さん方に登録をしていただくような取り組みをしていきたいと思っています。それからその隣の紫色のサポートリーダーはセパンの会見の時にもご報告しましたが企業の皆さんに対するその経営支援あるいはさまざまな情報を提供あるいは情報を収集する仕組みニーズ調査等々の機能を持たしたサポートリーダーでありますが、これは企業の皆さんに利活用いただこうということで取り組んでまいりました。そして今日ご紹介する TGO アプリということで、学生あるいはその周辺地域の方々も視野に入れながらの取り組みであります。まあ、その他右側に書いてありますような、広島大学と TGO の競争コンソーシアがいろいろ開発している社会貢献的なアプリケーションでありますとかあるいは民間がすでにショッピングであるとかカーシェアリングみたいなものなどシェアリングサービスなどの提供をしていますけども基本的にこれらを最終的には取り組んだ形でデータ連携を図りながら人物ことがつながっていくようなそんなシステムにしていきたい。で結果それがスマートシティにつながっていく。まあ、スマートシティのようなデジタル技術を活用して社会全体を利便で効率的に運営するということであります。まあ、昨今オープン AI でチャット GDP のような非常にその人間の領域をこう超えていくんではないかというような危機感みたいなことが
出ていますけれども、我々が狙うのはスマートシティとしてそこにウェルビーイングというふうに書いてますが、最終的には人間の幸福につながるようなそのようなあのアプリケーションをデータ連携の中で作っていくというものが目標でありますので、まあ、そういう視点を目標に置きながらの取り組みを進めているということであります。最後が特定地域づくり事業を協同組合の認定について発表いたします。これはあの資料に参考の総務省のホームページをちょっとつけておりますので、それをちょっとご覧いただきながらお聞きいただけたらと思うんですが、実はこれ法律がありまして、根拠法として地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業推進に関する法律というものがありまして、まあ、これに基づく取り組みになります。茶色で囲みがありますけれども、左側人口急減地域の課題ということで、まあ、本市においても沿辺部というでしょうか、周辺部というでしょうか、そういうところの人口減少トータルとしては人口が増えているものの周辺部においては人口の減少が非常に顕著になっていたという課題を持っているわけですが、まあ、こういう地域の課題として、まあ、そこにはいろいろ企業が立地しているわけですけども、企業単位で見ると年間を通じた仕事がないということで雇用というものがなかなか難しい、それから安定的な雇用環境、一定の給与水準を確保できない、まあフルタイムで、そこで働くというような環境がなかなか作りづらいということであります。まあ、こういうことが原因となって人口流出の要因となり、あるいは UI 税がでここに定着したいと思いつつも、まあ、なかなかそこが障害になっているという現状があります。それを矢印の右側、特定地域づくり事業協同組合制度という制度はどんな制度かといいますと、地域の仕事を組み合わせて年間を通じた仕事を創出をしているということであります。で、左下の図をちょっとご覧いただいたらと思うんですけども、この組合の構成員というのは農業者であるとか林業者であるとかいろいろ書いてますから、まあ、こういうその様々な多種な業種の皆さん方で、一人役はなかなかその提供はできないけど、まあ、0. 何人役というようなものは必要だという企業がたくさんあるんですね。でそういうものを が一緒になって、下にある紫の特定地域づくり事業協同組合を作ると、要は上の方は出資者になって事業協同組合を作ると。でこの協同組合の方で人を雇用をして、で人材を派遣するわけです、この組合員のになっている企業で。この制度に対しては国からの、あの右側のところに運営経費というふうに書いてますけども、まあ、利用者の方からの利用収入が1/2で、残りの2分の1に対して、まあ、公的支援があると、一部国からの支援がありますし市からも支援をするということで、この枠組みを認定するのが県ということになります。まあ、これが基本的な概念なんですが、もう一つのその前のページをちょっとあの、はい、そうですね、この資料あのスライドの資料をちょっとご覧いただいたらと思うんですけど、まあ、このスキームによって今回の東広島市特定地域づくり事業協同組合の概要をちょっと整理したものですが、まず出資者たる組合ですね、これは左上セカンドオピニオン、アイトライ、ネイライファーム、高杉コンビ、この4社が、まあ、組合としてまず構成をしました。そして、左中ほどにある特定地域づくり事業協同組合というものを作ります。で組合が労働者の雇用をし、そして、その労働者を人材派遣、この4つの会社に人材派遣をすると。で、構成員はそれに対する利用料金を払っていくと
ということであります。で、まあ、労働者のところの右側、真ん中を見ていただくと、労働者のメリットというふうに書いてますけども、労働者にとっては安定した仕事が確保でき、一定の給与が支払われると。でさらに、いろんな業種に人材派遣されることによって、スキルアップも図れると。で、こういう仕事があったら、ここに定着しようではないかと。移住にもこれはつながっていく。で、一定の期間を経れば右側になりますけども、独立して、新規就農などに向かうことも可能であり、最終的には定住につながっていく。で、そうすることによって、右側、ピンク色でマスキングしてますが、この地域の課題としての過疎化、少子化、高齢化、農林水産業職業担い手の確保、地域社会の維持、地域経済の活性化につながっていくと。まあ、本市は今後、令和5年度で、こういう人口減少地域において、循環型の社会を作ることによって、地域の振興、あるいは維持、発展を図っていきたいというような取り組みをスタートいたしました。まあ、それはその地域における生産力の向上を図り、所得を向上さし、そして消費を拡大していくという取り組みでありますが、まあ、これに向けて、この組合制度というのは非常に後押しになる制度だというふうに考えています。で、最初のページに帰っていただいて、このような取り組みなんですが、実は今回、この制度を活用した組合の設立は県内で初めて認定を受けました。組合の概要は2のところに書いてますけども、名称を東広島市特定地域産地業協同組合で、構成員は先ほど申しました4社ですけども、代表理事として、株式会社セカンドオピニオンということで、これは侍ネギ共同栽培事業者の一人であります。で、専務理事が有限会社アイトライというところの会社で、これは福富町で、石川商店社区内館の館長をしていただいている方が専務理事、それから幹事が株式会社リーグレバーの八幡さんということであります。そして構成員として高杉さん、で事務局が中島直也さんと、行政書士でして、この方は地域づくり協力隊で、福富でしたかね、福富に、で、活動された方であります。まあ、目的は先ほど申し上げました。いうのは、この2番目に書いてますような、まあ、新規雇用の促進ということで、よくこれまで反応反 X というふうなことが言われました。まあ、農業だけでは生活できないから、他のビジネスと合わせていけば、こういうところでの生活というのはできるじゃないのということで、X、それぞれの得意な分野の仕事を持つというようなことがよく指摘されておりましたけれども、この組合制度の中でそれが実現できるんじゃないかというふうに思っています。で、両角3のところで派遣先でありますけれども、まあ、そういう労働者の方がどんな仕事をするのかというのを、この表の右側の方を見ていただいたらと思いますけれども、例えばネギライファームさんでは、ネギの生産確保販売業のを業とすると、それからセカンドオピニオンさんは、まあ、ネギライファームの共同栽培事業者でありますが、ネギの生産や、自動車部品の製造、あるいは野菜の乾燥加工業ということで、まあ、6次化というんでしょうか、まあ、そういう農業の6次化的な仕事もあると。アイトライさんは、これ道の駅なんかに、提供、供給されてますけども、弁当であるとか、弁当の製造販売配達というような、まあ、そのような業務があるということであります。で、3番目は今後の予定でありますが、3月、先月の末に県から認定をいただきました。で、今月、これ派遣法の絡みがありますので、労働局への派遣事業の届け出をし、
それから雇用に向けた面接をして、とりあえずスタートは3名ぐらい、採用をして、この業務をスタートしたいということであります。私からの発表は以上であります。